ローバージャパンは日本においてイギリス車の輸入、販売を行っていた会社である。1999年 BMW ジャパンに統合、吸収された。旧ローバー東松山1977年日本におけるブリティッシュレイランド社製自動車の輸入、販売を目的として三井物産65%ブリティッシュレイランド社35%の 出資比率による日本レーランド株式会社として設立された。1983年にはオースチンドーバーグループ社の100%出資し、会社であるオースチンドーバージャパン株式会社に、改組同グループ製乗用車の輸入、販売を行った。1989年9月にドーバージャパン株式会社へと解消された。1997年には、 年間新車登録台数27,155台を記録した。だが、BMW によるローバーグループの買収に伴い、1999年、ローバージャパンは BMW ジャパンの完全子会社となり、同11月には輸入券と卸売業務も BMW ジャパンに移行した。それに前後して、ローバー車の販売は激減した。2000年、BMW は、 同グループを解体して売却、ランドローバーを除く旧ローバーグループ製自動車の日本への正規輸入、販売は終了した。同年8月、BMW ジャパンは購入済み顧客の不安解消を目的として、ローバー社アフターサービスを手掛ける新会社、ローバーサービスセンターを設立している。同センターは2003年11月をもって閉鎖され、同所建物は、 2007年7月より、BMW 東京、天王洲サービスセンターとして営業している。旧ローバーグループ製自動車のうちランドローバーは、フォードモーターによって買収され、日本では買収された、ローバージャパンが、ランドローバー車の輸入、販売、アフターサービスを目的とした、ランドローバージャパン車に改組された。オートトレーィングルフトジャパンは2003年7月より、 MG ローバーの日本における正規輸入、販売者となり、ディーラームを MG ローバー日本を開業した。2005年、MG ローバー社は経営破綻、当該乗用車の日本への輸入、販売も終了した。1993年頃、英国政府が欧州為替相場メカニズムからの脱退を表明。それに伴い UK ポンド安となり、ローバーは、 ミニやローバー400などの主力車種を相次いで値下げした。中でも大きかったのは1994年9月のレンジローバーを300万円も大幅に値下げしたことであった。多くのオーナーがローバーの製作に歓迎し、また他のインポーターも円高還元の値下げを相次いで行うようになった。残価設定ローンで半額でローバーに乗れるというキャッチフレーズだったが、3年後の 下取り予想価格を高めに設定してしまい、一部のディーラーから反感を買ってしまった。ありがとうございます。